こんにちは、エウレカです。今回はポップアップストア in 池袋スキマストアに行ってまいりました。レポート動画の方をお送りさせていただきます。エウレカスタジオではマクロスイベントに参加しました。マクロスグッズ買ってきました。マクロスプラモデル作ってみました。そんな感じの動画をアップロードしております。前は歌マクロスっていう動画のアップロードとかをせっせとしておりましたが、はい、ぜひともチャンネル登録していただきまして、ウレカスタジオチャンネルページ再生リストを覗いて他の動画もご覧になってみてみてください。よろしくお願いいたします。あとはよろしければグッドボタンもですね。まあ、過去にね、こんなイベントがあったんだとか、あ、歌マクロスってこんなゲームだったなっていう風にね、振り返ることもできますし、歌マクロスに関しましてはね、かなりの量の歌マクロスの記録をね、残しておりますので、ぜひそっち覗いてみてみてください。はい。では、はい、今回のイベント見てまいりましょう。ポップアップストア in 池袋スキマストア、期間が2月の17日から3月の2日まで、まあ、約2週間ちょっとといったところですね。開催されているようです。で、このグラフアートイラストを使用したグッズが販売されるということで、今回マクロス7、マクロスプラス、マクロスゼロ、この3作品のグラフアートグッズが展開されて、マクロスシリーズすべてでこのグッズ展開がなされたということになるみたいですね。なかなか可愛らしい絵柄でね、他のワルキューレとか、あと初代マクロスとかのキャラクターグッズも販売されております。でね、この、なんだ、グラフアートショップっていうのがね、池袋さんにありますので、それは常設なのかな？もしよろしければ気になる方は、ちょっとネットで調べてみてみてください。はい。今回のこのマクロス7プラス0だけじゃなく、このポップアップストアでね、売られてたの、過去に販売されたグッズとかもね、ございましたので、はい。興味のある方は、はい。足を運んでみてみてはいかがでしょうか。マクロス作品の応援ですね、にもなりますのでね、グッズ購入が。はい。ぜひとも皆さんも一緒にグッズ買いに行きましょう。そして今回、新たに展開されたグッズですが、もう簡単に言えば、缶バッチ。アクリルキーホルダー、そしてアクリルプチスタンドという3種類がですね、このマクロス7、マクロス0、マクロスプラスで展開されるといったことと、あとはアクリルジオラマがそれぞれのシリーズで展開され、マクロス7に関しましてはそれだけじゃなく、モバイルアクセサリーケースっていうのも販売されているみたいですね。さらにはキャラクリアケースっていうのも販売されております。先日のね、マクトマショールームで放送されております。マクロス本家さんの生放送ですね。マクロスが止まらないの方出て、グッズ紹介されてた時は、モバイルアクリルケースって言われてたような気がして、現場で見てみたら、あ、なるほど、アクセサリーケースね、なるほどね、ということで。あとは、キャラクタークリアケースっていうのはね、遠山さんがご利用しされていらっしゃいましたからね。はい。値段的にもそんなに高いものじゃないので、税込み900円か。そんなに高くないので、はい、ぜひ皆さんも現地に行って買ってみてみてください。で、現地で購入しますと、税込み2200円ごとにポストカードが1枚もらえるということなので、これ気をつけてください。税込みなんですね。なんかね、過去作品のグッズによっては、10% の消費税じゃなく、なんかね、8% の税込みでね、表記されているものとかもありまして、はい。税込みで2200円です。10% だと税抜きで2000円です。税込みですからね。そこら辺、皆さん、お気をつけください。はい。まあ、ランダムで4種類の中から1枚もらえるということです。で、あと開催場所なんですけど、これちょっと気をつけなきゃいけないのが、なんかね、もうお店とかそういう感じじゃなく、普通に駅の通路。駅構内ではないんですけど、改札の入り口のところにね、ポロンと立ってるんです。で、ウルカさん、そう、初日に行ってまいりました。まあ、土平日だったんですけど、まあ、昼までね、池袋たくさんの方がね、うろうろしてまして、うわ、これちょっとごった返してるな、混んでるのかなと思って行ってみたら、はい、お客さん、誰もいませんでした。まあ、自由に写真撮りやすいからよかったーんとか思いながら写真撮ってきましたが、はい、整理券配布する場合っていうね、ご案内がここに書かれておりますので、まあ、土日とかもしかしたら混雑してたら、まあ、そういう風にね、整理券配布があるかもしれないっていうことですので、まあ、余裕を持って行かれるのがいいかなと思いますね。まあ、でも、空いてました。はい。ということで、はい。ポップアップショップの写真こんな感じで撮ってまいりました。
はい、こんな感じでいきなりポスターが展示されてるんですけど、いやもうこのポスター自体を販売してほしいかなと思ってしまいますね。3作品のねメインキャラクターが見事デカデカとね描かれておりますので、うん、この1枚が欲しいですね。ポスターっていうグッズなんかあんまり人気ないみたいなんですよね。エウルガさん的にはもうペタッと壁に貼ればもうかさばらなくてね、いやいいなぁとは思うんですけどね。どうもこのアクスタ系っていうのが人気あるみたいなんですね。はい、そしてワゴンがこんな感じになってございます。これはマクロス7のグッズが並んでいるのと、あと昔、ね、販売されました初代マクロスのグッズも並んでおりますね。そしてもう一台のワゴンがこんな感じ。こちらがゼロとプラスで、ね、ここら辺にね、デルタとかフロンティアの、グッズもまだ展開されておりました。はい、よろしければもうほんとね池袋駅に行けばすぐ目の前ですのでね、どっかあのショップまで歩いていかなきゃいけないとかそういったことも全くありませんので、もうほんと気軽にね行けますので、はい、ぜひ皆さんもグッズ買ってみてみてください。でなんかねこのモニターにデカデカと映し出されておりました。まあこれさっきの1枚目の画像がそのままですね、モニターに映し出されておりましたよ。真央ちゃんいいですね、可愛いですね。そしてこれそのワゴンの下の部分に描かれてたものをバシバシと写真撮ってきました。いやーまあマニアックなキャラっていうわけではないですけど、すごいラインナップだとは思いますね。シビルはちゃんといるんだ。そしてゲペルニッチ様もね。あと後半の方で出てきたなんだっけな、なんかほーとかいうなんか二人組な。うん、メインはやっぱこっちなんだろうな。シビルに。ギギルに、これがガビルか、ガビルさんですね。はい。あとは、マクロスプラスのキャラクター。いや、不思議だわ。ここら辺のラインナップ。あと、これは、もうキャラクター名を忘れました。でも声優さんは、マックス館長と同じで、そしてこれは、やっぱりキャラクター名を忘れたんですけど、林原めぐみさんですね。林原さんが、いや、どうでしょう。世代的なあれなのかもしれないんですけど、エウレカさん世代としてはもう林原めぐみといえばね、もう伝説のもうトップ声優さんなわけですから、いや、林原さん、マクロス出てたんだっていうぐらいのインパクトでございますね。そして、マクロスゼロ、はい。中島、ライゾーさんか、マキマキのひいおじいちゃんという、おー、ポリャンスキー。ポリャンスキーもいるんだ。まあ、文化スキーとか言っちゃって、はい。まあ、こんな感じで。なかなか可愛らしいキャラクターの展開でございました。で、先ほど言いました通り、もう、缶バッジなのか、アクリルキーホルダーなのか、プチアクリル、アクリルプチスタンダードなのかっていう、そういう3展開になってくるわけなんですよ。あとはこちら、モバイルアクセサリーケース。でも値段的にはそんな高くないですね。2200円となってございます。あとこのアクセサリーケースに関しましては、初代の時からすでに展開されていたみたいですね。初代の時にね、ちょっとエウレカさん参加できなかったね。初代の時と、あと、フロンティアデルタ、真ん中ちょっと参加できなかったね。現地行けなかった時があったのでね。あ、こんなんもあったんだーっていう感じ。そして、カラビナ S 型シリーズって書いてありますけど、これね、よくよく見ると、そのグラフアートとか関係ないんですよ。コスパって書いてありますね。これはね、もうネット通販されております。ぜひネットで調べてみてください。コスパさん。特にね、初代とプラスあたりのグッズにね、熱心に販売されてます。昨年ぐらいだったかな、あたりにもマクロスプラスの T シャツ、あとは、何でしたっけ、エコバッグみたいなね、トートバッグなんかも販売されてたぐらいですからね。はい、ぜひネットでこのコスパさん調べてみてみてください。あとこれもコスパさんの商品ですね。サーモボトル2000、もうそんなに高くない。まあ象印とかとはちょっと違うからなのかな。はい、まあなんかそんな感じでね、グラフアートではないグッズも展開されておりました。あとは過去作品のものですね。そう、エウレカさんこの時に参加できなかったのも残念なのが、はい、プチアクリルスタンドブラウブルメバージョンと、あとはエーデルシュバンバージョンでね、うわーいいな、これ欲しいなーとか思ったんですけどね、プチアクリルスタンドは1個880円なんですよ。ちょいちょいいいお値段ですね。ちょっと見比べ行ってみましょうか。先日行ってまいりました東京タワーでのコラボでのアクスタは
完全ランダム販売で660円なんです。このグラフアートショップ、ポップアップショップでの販売は、ランダムはランダムなんですけど、ボックスで買えば全種揃えることができるんですね。で、若干値段が高い。これサイズ感的にはほぼこのトレーディングアクリルスタンドね、こっちとね、もうサイズ感的にはプチスタンド、もうほんとちっちゃいもんなのでね、サイズ感的には全然変わらないので、これで880円、これ両方ね、ブラウブルーメと、エーデルシュバン両方揃えたら、それだけで8800円かい。まあ、6600円でもそこそことか思いますけど、やっぱりね、このトレーディング商品はね、若干値段はお安め設定になってるんですよね。ただ、このグラフアートショップのやつは、ボックス買いでフルコンプできますよっていうところで若干値段が高い。で、完全単品のアクスタになるとね、もうちょっと値段は高くなりますからね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、皆さんのね、ちょっとお財布状況を考えながらいろいろグッズ検討して見てみてください。あとはね、フロンティアもありましたね。このアクリルプチスタンドございました。これは劇場版バージョンって感じですね。ライオンも制服ライオンですね。オベリスクとか。なんかどちらかというと劇場版に近い絵柄なのかな。あとそれ以外テレビシリーズっぽいような絵柄のプチアクリルプチスタンドもありまして、ギャンバッチもございました。はい。写真撮ってきたのはこんな感じでございますね。ということで、はい。グッズ買ってまいりましたよ。チラリ見ていこうと思いますが、そう、以前に、あ、いいや、こっちじゃなく、まずこっち行きましょうか。そう、買いましたらね、こんな感じのチラシいただきました。ありがとうございます。もうこれだけで嬉しいですね。3月24日、フロンティアのね、ブルーレイボックスがこれで3パターン目ぐらいになるんじゃないのかな。まあいいや、ブルーレイボックスが発売されるという感じのチラシがね、配布されましたので、よろしければ買えばチラシ多分もらえると思います。保証はできませんが。あとはどっかアニメートとかそういうとこ行けばね、配布され、置いてあるのかもしれませんね。気になる方はそういった、ディスクショップ、レコードショップって最近は言わないですかね。そういったところ、アニメグッズショップとか探して見てみてください。いやー、ポスター嬉しいですね。はい。で、買ってきたグッズ見てまいりましょうか。まずはですね、はい。こいつから行きましょうか。はい。マクロスセブンの、アクリル違うモバイルアクセサリーケースだ。はい。なんかね、裏がちょっと、もう早速開けちゃいましょうか。これは使うつもりでね、買ってきましたので、ちょっと開けてみましょうか。よいしょっと。2200円、まあ、そんなに高くはないかと思いますが、モバイルアクセサリーですので、ここに、まあ、イヤホンとかしまったらどうですかっていう感じで描かれております。イヤホンとか、あとスマホとか。でも正直スマホって結構頻繁に出し入れするじゃないですか。なのであんまりこういう風なケースの中にしまわなくてもいいのかなとかは思いますが、まあこんな感じでね、ネットとかありますので、うん。イヤホンとかもこのゴムバンドに挟めば、まあケーブルが絡まりにくい。まあそれでいいんじゃないんですかね。はい。グラフアートが描かれております。いいじゃないでしょうか。まあ、サイズ感的にですよ。これ、エウレカさんが使っております。まあ、スマホゲーとかによく使ってました。レイザーフォン2ってやつかな。なんですけど、それがね、収まらないぐらいのサイズです。これをちょっと、ひっぺがしてみましょうか。元々のケースを、ちょっとひっぺがしてみますよ。よいしょと。よっと。はい。こんな感じのスマートフォンが、大画面だと収まりません。こんな感じで、はみ出てしまうぐらいです。さらにちょっと突っ込んでみますと、はい。まあ、皆さん持ってらっしゃいますかね。任天堂スイッチ。うん。間違いなく収まりません。何を入れればいいんでしょうか。化粧ポーチとかそういうレベルで使うにはいいのかもしれないですね。スマホケースって考えちゃダメです。まあちょっとエウレガさん、まあ、なんか入れようかなと思います。あとは、あれ、こんがらがっちゃったかな。繰り返っちゃったかな。よし、買ってまいりましたのが、あ、大丈夫だ。まずはですね、
先ほど、一番最後の写真に写っておりました。はい。フロンチアの缶バッジ、これ店員さんに聞いたらですね、この写真に写っております通り、最後の1個らしいんですよ。バーコード読み取ってもらって、在庫ないですねっていうふうに言われたので、これラス1です。ちょっと開けてまいりましょうか。言いましたね、ボックス買いすれば、6個全部集めることができるんですけど、まあ、基本バラ売りしているみたいな感じなのでね。よし。最後の1個残ったものが何なのか見てまいりますよ。一応全6種ですね。ライオン絵柄なのか、あとはクロスオーバー絵柄なのか、あとはこれなんだ、まあいいや、はい、見てまいりましょう。6つの絵柄、シェリルさんかランカちゃん、2分の1ランカちゃんがいい。ボン、シェリルさんでした。ライオン柄のシェリルさんですね。おーい、あ、ここにあった、ここにあった、これこの6種です。この6種の中のライオン、こいつでしたね。ほい、まだありますよ。次はですね、よし、はい、ワルキューレのエーデルシュワンの缶バッジ買ってきました。で、聞いたんですよ、これもやっぱりもうこれで、最後ですって言われて、これ蓋オープンされてるじゃないですか。全5種なのに、他のね、全5種ってやつね、やってみたら、なんかスカスカなんですよ。だから、要はこれ、詰め込んだんですね。だから、ここから5つ取って、ワルキューレ5人揃えられる確率はきっと低いだろうな、と思って、7つそのまま買ってきました。これでも5人全員揃わない可能性ありますので、ちょっと全部開けてみてまいりましょうかね。ちょっとここ置いといていいかな。はい。5人出てくることを祈りまして、開けていきます。よし。まずは1点目。スイッ。マキマキからですね。あ、なんかこのポーズ、ん？あ、なかなか可愛い。なんか、ハートかなんか、ポージングしてるっぽいですね。はい、マキマキ来ました。じゃあ次行きましょうか。この順番で開けていこうかな。後ろから。これでいきなり被ったらショック。できればこのままストレートで5人全員出てきてほしい。どうだ？お、レイレイですね。あ、順番良さげじゃないですか。ちょうどここに書いてある、マキマキレイレイで、次カナメさんが出てくればこれいける気がする。これカナメさん、カナメさん出てきてくれればストレートで5人揃うぞ、いけるぞ。せーの、スイ。あ、フレイヤちゃんだ。いや、どうだ、フレイヤちゃん、ミクモちゃん、カナメさんっていう順番だから、ここでミクモちゃんが出てくればオッケー。ミクモちゃんが出てくれば OK だけど、でも間を誰かに引っこ抜かれちゃってたらそうじゃない可能性がやっぱあるんだよな。揃わない可能性がある。いや、でも頼む、出てくれ、頼む、出てくれ。かぶった。ここでかぶった。マジか、これやらかす可能性あるぞ。それどころかミクモちゃんすら来ない可能性あるぞ。これはフレイヤちゃんがかぶったってことはその危険性がある。頼む、残り3つです。残り3つ、よいしょ。あ、カナメさん、カナメさん、ちょっと待った、俺のミクモちゃんがどこへ行った。ここで出てこなければ最後の1個は絶望。これはここで出てくれなきゃきついぞ。よろしくお願いします。ミクモちゃん、残っててお願い、お願い。フレイヤ出すぎ。いや、これ絶望だろ。これ下手したらカナメさん、フレイヤちゃんか、フレイヤちゃん、カナメさんできてるから、これカナメさんだろう。うわー、これマジか、マジか。これ、絶望。これは、かなめさん。かなめさん来ます。そい。違った。うわー、7つあって、みくもちゃんが出ませんでした。マジかい。ということで、こんな感じのラインナップになりました。でね、実はもう一個買ってきました。まあ、これは品切れだったので、で、なおかつ、もう一点買えば、ポストカードか、もう一枚もらえますよということで、はい、最後に一点、買ってきました。はい。これがですね、ブラウブルーメか。ブラウブルーメの、プチ、アクリルプチスタンド。ブラウブルーメバージョンのプチアクリルスタンドを買ってまいりました。いや、ちょっと5人揃うと思ったんだけどな、これマジかよ。絶望する。そうしましたら、ちょっと開けてまいりますね。よいしょっと、よいしょっと。あれ、開かない。よし、よし、よしと。よし、開きました。では、見てまいります。向き的に、どうなんだろう。
な感じでいいのかな、こんな感じで、はい、いきます、せーの、よいしょと。よかった、救われた。出てくれました。エブリカさんが一番大好きなみくもちゃんが出てくれましたよ。いや、よかった、これ。マジでよかった。ちょっと、どなたか、このバージョンの缶バッジ、みくもちゃん持ってる方いらっしゃったら教えてください。公開してください。よろしくお願いします。お願いします。あれ、これスタンド。ちょっときつめかな？おー、いやー、よかったなー。ちなみに以前のこれクリスマスの時かな、クリスマスの時のみくもちゃんをちょっともらったものがありまして、いやー、よかったよかったよかった、しつこいようだけどよかった。この1個買ってよかった、880円。大当たり大当たり、よかったよかった。そして残りはいただいたポストカードですね。ポストカードこう裏向きで渡されるんですけど、思いっきりマクロス7って書かれてました、ランダムってなってますけど、ただマクロス7は2つ柄がありますからね、バサラのいるバージョンとミレーヌちゃんがいるバージョンと2種類ありますので、これがん、これ全員だな、あれどういうことだろう、あれあとそっか、一応ファイアーボンバーでいるんだな、あとはブリッジガールとかがいるパターンか。あ、はい、マクロスプラスって書いてございます。マクロスプラスです。で、マクロスセブンで、あ、なるほど、これで、バトルセブン？バトルセブンですね。バトルセブンがいるから、これは、はい、艦長がいるってことですね。おう、どうせだったらマクロスゼロが欲しかったけど、まあいいか。はい、むしろね、セブンはこうやってね、セットで揃ったわけですから、全キャラ見られるから、ああ、よかったよかったよかった。ちょっと缶バッジだけ残念でしたね。もし、これのみくもちゃんバージョン持ってる方いらっしゃったら、コメントの方よろしくお願いします。そんな感じで、今回は以上になりますね。先ほどから申し上げておりますが、はい、いろいろと皆さんもグッズ買って、マクロスシリーズ応援してみてはいかがでしょうか。はい、これからもね、一応ね、ライブマクロスデルタ、ワルキューレのライブとしてはね、ファイナルミッションとかいう風に言われておりますけど、まあ、そこから先ね、まだマクロス作品は終わらないみたいですから、これから先ね、40周年を迎えて次の45周年を目指してっていう風にね、社員募集とかもやってるぐらいですのでね、はい、まあ、これからもマクロス作品つながっていくと思いますので、応援してまいりましょう。そうしましたら今回はこれにて終了となります。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。